これより第2クォーターに入ります。星稜高校自陣10ヤードからフォースダウン5パン、プレーを選択します。ギャンブル5ヤード前進しないと攻守交代です。パス成功。このプレーが止まったタイミングを確認します。先ほどパスはキャッチしましたが、その際に外へ出てしまいました。前進はここまでです。したがってその距離では攻守、攻撃権行使には至っておりません。攻守交代、ターンオーバー。宝塚東、相手陣11ヤードからファーストダウン10。なお、試合の進行状況に変更があります。この試合は1クォーター10分で行います。またフィールドの移動はありません。40ヤードフィールドによってこの試合は運用されます。宝塚相手陣11ヤードからファーストダウン10。中央へランプレー、タッチダウン。ナニバック32番ハンドオフが中央突破、味方ブロッカーが相手を弾き飛ばし、そのまま一気にエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。宝塚東6点獲得。宝塚東トライ4ポイント。キッカー32番キック成功、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いウエスイエローマーカーが落ちますと反則発生を意味します。オフェンスチームの反則です。5ヤード抜体しトライ4ポイントのやり直しです。宝塚東トライ4ポイント。キッカー32番キック成功、1点追加。宝塚東14点、星稜高校0点。宝塚東キックオフ、キッカー7番、星稜高校リターナーは1番。1番2ターン。リターナー1番、自陣13ヤード付近でボールデッド。ここからの星稜高校攻撃となります。星稜高校自陣13ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア10番、ゲインは約1ヤード。
星稜高校自陣14ヤードからセカンドダウン9、攻撃権更新には9ヤードの前進が必要。パス成功。クォーターバック14番、ワイドレシーバー12番にパスを通し、約5ヤードのゲイン。星稜高校自陣19ヤードからサードダウン4。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック14番、ワイドレシーバー23番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。これにより攻撃権は1回目に戻ります。星稜高校自陣31ヤードからファーストダウン点。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスは制限時間内にプレーを始めなければいけません。5ヤードバッタリとなり、ファーストダウンやり直しです。星稜高校自陣26ヤードからファーストダウン15。ナイスラン。ファーストダウン、失礼、ファーストダウンには届いておりません。しかしナイスラン。ランニングバック11番、ハンドオフから左オープンにバーンアウト。もう少しでファーストダウンというところまで前進しております。星稜高校セカンドダウン2。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ターゲットは12番。パスインターフェアの反則です。ディフェンスの反則。パスが浮いている間、相手に接触しました。アメリカンフットボールはパスが宙に浮いている間、相手選手に接触してはいけません。反則発生地点からのファーストダウンに変わります。したがって攻撃権はリセット。星稜ファーストダウン10です。星稜高校ファーストダウン10、ボールオンハーフウェイ。ターンオーバー。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。パスを取ったのは宝塚東31番。しかしこの反則の判定を待ちます。
ディフェンスの反則です。パスインターフェア、再びパスキャッチの妨害をしておりました。反則発生地点に下がりまして、ここから星稜ファーストダウン10です。星稜相手陣30ヤードからファーストダウン10。クォーターバック14番ハンドオフフェイクで自らキープ、約3ヤードのゲイン。星稜高校相手陣27ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック14番ラテラルパス、ナニバック11番キャッチアンドラン試みましたが、これはカバーされむしろ3ヤードロス。星稜高校相手陣30ヤードからサーダウン10。ここでホイッスル。ここでレフリータイムアウト、ウォーターブレイクです。星稜高校相手陣30ヤードからサーダウン10。パス不成功。クォーターバック14番プレイアクションのパスでしたが、このパスはカバーされており、パス不成功、フォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン10、プレーを選択します。ギャンブル。成功。ターゲット12番ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。星稜高校相手陣19ヤードからファーストダウン10。
何バック10番ハンドオフから左オープン展開しようとしましたが、これは宝塚東がアジャストし、原因はほとんどなし。星稜高校相手陣20ヤードからセカンダウン11。パス成功、タッチダウン。クォーターバック14番ミドゾーンへのパス、ターゲット13番これをキャッチし、そのままエンドゾーン駆け込みタッチャー。星稜高校6点獲得。星稜高校トライ4ポイント、プレーを選択します。2ポイントコンバージョン、エンドゾーンに持ち込むと2点獲得を狙います。パス不成功、2ポイント失敗で、6点止まり。宝塚東14点、星稜高校6点。星稜高校キックオフ、先ほど得点を挙げた星稜高校のキックオフで試合再開です。キッカー10番、宝塚東リターン。リターナー7番、ハーフウェイ付近までボールをリターンし、ここからの攻撃と変わります。宝塚東自陣35ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア8番。
約4ヤードのゲイン。宝塚東自陣39ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバック1番、ここでラテラルパス、ターゲット7番、しかしこれはキャッチミス。パスはわずかに前方向でした。したがって前パス失敗となり、パス失敗サードダウンに変わります。宝塚東サードダウン6、ボールオン自陣39ヤード、バンチフォーメーション。ファーストナイスプレー。クォーターバック1番、プレイアクションから右にネイキッドしてロールパス。これをワイドレシーバー1番がキャッチ、そこから一気にキャッチアンドランで大きく前進。ファーストタカヤ塚東、相手陣11ヤードからファーストダウンテン。中央へのランプレー、キャリア35番。ゲインは約7ヤード。時間のズレが生じておりますが、試合時間残り2分を切っております。宝塚東、セカンドダウン残り3ヤード。ボールオン相手陣4ヤード。星稜高校ナイスディフェンス。ナニバック32番トスオケ、左オープンへのランプレー。しかしこれはわずかにゲインが1ヤードロスしております。宝塚東サーダウンス4、ボールオン自陣、失礼、相手陣5ヤード。パス不成功。クォーターバック1番、ワイドレシーバー7番へのパスでしたが、このパスはキャッチしましたが中で着地できず、外へ出た場合にはパス失敗となります。したがってフォースダウン、4回目の攻撃に進みます。宝塚東フォースダウン4、フィールドゴールチョイス。キッカー33番、ボールオンは相手陣5ヤード。キック成功、3点追加。宝塚東17点、星稜高校6点。
宝塚東、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。宝塚東キックオフ、先ほどフィールドゴールを決めた宝塚東のキックオフで試合再開です。キッカー31番、オンサイドキック、このキックは宝塚東を抑えました。したがってオンサイド成功、宝塚東の攻撃です。宝塚ファーストダウン。キックオフのボールはボールが10ヤード進めば相手がどちらが触っても構いません。またリターンチームが接触してもどちらが触ってもいい状態になります。したがって確保した宝塚の攻撃となります。宝塚東自陣15ヤードからファーストダウン10。試合時間前半残り50秒、中央へのランプレー、しかしこれは星稜高校を抑えました。ノーゲイン、セカンドダウンに変わります。ボールを持った選手が中で倒れた場合、時計は回り続けます。宝塚東自陣15ヤードからセカンドダウン10。前半残り時間まもなく20秒を切ります。再び中央へのランプレー、ゲインは約6ヤード、キャリア35番。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、宝塚東17点、星稜高校6点、宝塚東10点に11点リードで後半戦に移ります。